山川穂高、どっちが勝ったんですか？山川はワールドシリーズに1ミリも興味がない報道陣から WBC 世界一の戦友山本が登板したと聞かされても、どっちが勝ったんですか？ドジャース何時からやってるんですか？9時から余裕で寝てますと情報収集すら言っていない。対戦はどことどこですか？本当にそのレベルと世間の関心事とは距離を置いている。アメリカより日本の方がワールドシリーズの視聴率高いんだけどね。マスコミは選手にもハラスメントしてるのか。すごくストイックな人が言うならいいんだけどね。前がホモでもこんなやつに掘られたくないわ。ガシマンに向き合うのも辛い。大谷に日本シリーズのこと聞いてこいよ。どっちが勝ったんですか？何時からやってるんですか？性犯罪者って聞いたんですが本当ですか？ワールドシリーズ見ても金にならないし、世間とは逆だな。日知りなんてやってることすら知らなかったわ。仮にも代表のチームメイトが2人も頑張ってるのに言葉選べないのか。西武は日本シリーズ関係ないからわからないよね。日本人の8割は日本シリーズより大谷の方が興味あるよ。ご視聴ありがとうございました。